こんにちは、タムです。今回は12月のコラボ予想をしていこうかなって思います。はい。で、スケジュール的に見ると、14日のモンストニュースで発表、15日にコラボ開催が、まあ、無難な感じかなと思いますね。まあ、おそらく今年もクリスマスコラボアルファが来るんじゃないのかなって思います。去年のクリスマスコラボアルファはリゼロでしたね。これは自分の中でも思い出深いです。今月の8月にも夏仕様の SAO アルファがあったし、去年もあったので、まあ今年もクリスマスコラボアルファがあると思っています。コラボアルファの特徴は、今までモンストとコラボしたことがある作品がアルファとなっていますよね。まあこれは当然だと思います。新規で何々アルファ出すって、まあ意味わかりませんもんね。まあ例えばフリーレンアルファとかロッカーアルファとかニノアルファとか意味わかんないもんね。まあ新規ではなく、今までモンストとコラボした作品と、まあ、コラボしてアルファで出してくるんじゃないのかなって思いますね。ではまず、コラボ予想の前に、ある作品は覗こうと思います。それがこちら、マドカマギカ。理由としましては、前回が周年コラボのリゼロが来ていたので、クリスマスコラボは周年コラボを続けさせるんじゃないのかなって思ったんですけども、2023年のクリスマスコラボアルファは、絶対に窓マギはないと見ていいと思います。理由は今年台湾版のモンストで窓マギコラボしたからですね。日本版でコラボした作品は、まあ全部ではないんですけども、台湾版でもほとんどコラボするんですよ。年中でモンストと2回もね、コラボした作品は今まで見たことないんで、絶対に窓マギアルファは来ないと見ていいと思います。まあいずれね、コラボ第2弾か、まあアルファで来てほしいですよね。2024年に映画があるので、ワンチャン2024年のクリスマスコラボアルファか、2025年ぐらいに、まあ第2弾の窓マギコラボあるんじゃないのかなって僕は思っていますね。それでは一つ目の予想は、映画あるし、これです。スパイファミリーアルファ。はい、まあもうこれはね、結構可能性高いんじゃないですか。今年の12月22日に映画があります。その映画の宣伝効果も合わせてコラボすることを考えると、結構ね、可能性が高いなーって思っています。この映画の内容、どういう内容かわかりませんけども、結構ね、クリスマスの描写もありましたし、クリスマスアルファとしてやりやすいかなと思います。まあリゼロも OVA でクリスマスみたいなこともやってたしね。まああとね、スパイファミリーの年齢層って若いイメージあるんですけども、どちらかというとあらゆる年齢層に幅広いって思ってるんですよね。その点で売り上げのことを考えると可能性が結構高いかなと思います。まあ自分はね、スパイファミリーはね、ちゃんと見てるので、まあ少しね、キャラ予想をかじりますと、キャラはロイドアルファ、ヨルアルファ、アーニャアルファ、まあこれが順当に出るかなと思います。アーニャの元の性能って、威力の出ない友情コンボついていたので、アーニャアルファになったら闇属性になって、マインスイーパーと減速壁ついて、バウンドチャージと防スピアップをついて、フォーサーの加速枠として新しく出てほしいなと思っていますね。これだったらね、終末運命共同体よりも強いかなって僕は思っています。で、次、あとはね、守護獣。前回はね、出ていませんけども、ボンド、まあ出るんじゃないかな。前回のコラボの時、ボンドね、出なかったのね、少し寂しかったので、今回こそ出てほしいなって思います。二つ目はこちら、ラブライブアルファですね。はい、まあこれもね、すごくコラボアルファがやりやすい作品だと思っています。前回来たのが2021年の6月に来ましたね。まあ結構ね、期間空きましたし、そろそろ来てもいいかなって思っています。 Google 先生で調べてみたら、ラブライブってクリスマス衣装着てライブするようなことあるみたいですし、まあコラボアルファできると思うんですよね。あともう一つ理由があります。皆さん、今年誰が重心化しましたか？エンジリディーバが重心化しましたよね。前回2021年にコラボした時に、モンストとコラボ楽曲、くるくるカルチャーって曲が作られました。それでエンジリディーバもカバーして、2021年2022年のフラッパのプログラム、モンソリでカバー曲をライブしていましたよね。それと全く同じことをまたやるってことを考えると、2023年クリスマスコラボアルファでラブライブとコラボして、クリスマスコラボ記念で作った曲を作りました。そしてそれを今年重心化したエンジリーディーバーが、2024年のフラパークのイベントモンソリでエンジリーディーバーがカバーをする、
これをねまたやるんじゃないのかなって僕は思いましたね。その点を考えるとラブライブコラボアルファの可能性も結構高いかなと思いました。その点からラブライブも予想しようかなと思います。ラブライブって結構年齢層若いですし、ターゲット層のことを考えると課金してくれる人多そうですし、売り上げは高くないそうなんですよね。まあそのことを考えると、まあミクシーならやってくれるんじゃないのかなと思います。自分はねちょっとラブライブね全然詳しくないんで、まあ、深く予想はできないんですけども、順当に裏上1年生2年生3年生がアルファになってクリスマス仕様になってガチャで出るかなと思います。はい。まあ今回はなんだろうな、1年生2年生3年生というくくりで出るのか、それともねなんかそのメンバーと仲良しのキャラクターがなんか集まってなんか別のキャラクター同士でなんかアルファになったりするのかなとは思っていますね。ちょっと僕はあまりちょっと詳しくないのであれですけども、はい、2つ目の予想はラブライブアルファで予想しようかなって思います。で3つ目はもうね、あの前のね、あの夏休みアルファの時もあの言ったんだけど、こちらワールドトリガーアルファですね。はい。まあモンストが優遇しているというかしすぎてる作品ですので、まあアルファとしても来てもおかしくないかなって僕は思っています。モンストってワールドトリガーとコラボとなるとガチャ性能も高いしクエストも楽しいし、何もかも完成度が高いほど凝っていますよね。あのさ、あのこれさ前も言ったんだけどさ、絶対さあのお偉いさんとかさ、ワールドトリガー好きだからこれしてるだろうって思うぐらいなんだよな。はい。まあキャラ予想としましては、まあジン・ユイチ、コナミと、まあ、クワユーマがアルファとして出るかなと思っていますね。まあワールドトリガーですので、アルファになったらね性能もイラストもねすげえ強いもの用意してくるんだろうなって僕は思っています。4つ目、これはね僕はもう永遠に言い続けるぞ、物語シリーズアルファ。はい。前回来たのが2017年8月のコラボでした。まあね、思ってる方多いと思います。あの YouTube ショートよね、なんかそういう解説してる方多いと思うので、まあもしかしたらね知ってる方多いかと思います。モンストの黒歴史に残るほどゴミみたいなガチャシステムを出したコラボです。はい。まあ物語シリーズのガチャキャラってね、こういうおまけで出るみたいな感じで大バッシングされてたんですよね。なのでそれを改めて6年半越しにコラボアルファとして、まあちゃんとしたガチャキャラとして出る可能性があるかなと思ってるので、まあ物語シリーズアルファも予想します。はい。これ永遠に言い続けるかな俺は。あとこれ重要なのがコトタマンとね、あの今年かな、まあ、今年の11月にコラボしていたので、まあ、そのお下がりとしてコラボする可能性が結構高いんですよね。コトタマンってコトタマンとコラボした作品って結構お下がりでモンストでもらうことが多いので、その理由としても、まあ、物語シリーズアルファを入れようかなと思います。はい。まあキャラ予想としましては戦場ガーラ、忍、駿河を出してくるのかなと思います。まあ物語シリーズもね6年半前ぐらいですし、まあやってくれるでしょ、結構期間空いたし。とで今回はコラボ予想をしていきました。で今回の第一予想はスパイファミリーアルファ、第二予想がラブライブアルファで予想しようかなと思います。ということで動画を終わりたいと思います。ぜひ皆さんの予想等も教えてくださると嬉しいです。ということでバイバイ。